今回は、ホルモン医療から来る、痛み、そしてあの体中体の調整ということを中心に説明させていただきます。取れるって患者は言うわけ。それをテープでやってみますと、ものにその部分が即その場で答えが出るわけ。そして腰の痛い時もこれに対して、この処置、この部分の処置を全部やってやりますと非常にいい答えが出ます。そしたら処置方法を一つ一つ説明してみたいと思います。この部分に対してあのエクセルの、56の部分を貼るか、空柱、クロステープの空柱を縦横を決めて調布します。縦横を決めるのは OT の先をこう近線に縦にやるか横にやるかということで、決まります。それによって調布するといいです。次に、左側は、小骨の内側、右側は小骨の外側になります。この部分をですね、この部分に対して小骨のこの本当に中央ぐらいのこの位置、内側外側、この部分をですね OT で測定するわけです。で低い方に対して小骨のある方向に対して縦横ってやった状態でエクセルの3、4を貼ります。でこれは低い方に対して、ツールーチの低い方に対して処置するわけです。次に上高腸骨局、この位置になりましたら、これはですね上高腸骨局は通流値の測定したときに大きい数字を取るときと小さい数字を取るときの2種類があるわけです。